その必要はないね。アンダンティーノに何ができるっていうのさ。反政府勢力って名乗れば誰でも革命が起こせるって思ってるの？しかし最近アンダンティーノに不穏な動きがあるとの報告がございます。目は早めに積んでおいた方が。反政府勢力っていうのはね、レガート、大抵不穏な動きをするもんだよ。はあ。一国の政府を倒す、それが革命さ。アンダンティーノにそれができると思う？いい。そう、奴らが何人集まってもフォルテ城は陥落しないよ。そんなことはアンダンティーノの連中が一番よく分かっているさ。それなのに戦うのをやめようとはしない。なぜだと思う？アンダンティーノが戦いをやめないのはどうしてかって聞いているんだ。それは分からないかい？黒幕がいるんだよ。奴らもバカじゃない。勝てる見込みがあるから反政府活動をやめないんだ。つまり僕らの敵はアンダンティーノを支えている連中だね。アンダンティーノの奴らなんて適当に泳がせておけばいい。それにすでに僕らの方が一歩進んでいる。
かなる風にも触れず、芯も油もなく燃えるセクレットシグネチャだね。
んだから。あ
だとは。
見てください、誰かいますよ。私が相手だ。うちのヤギには指一本触れさせないよ。あの人を助けましょう。私はここだよ、キナ。ヤギが無事だったよ。何だったのあいつら、みんな魔法を使ってたじゃないか。魔法が使えるということは不治の病に侵されているのでしょうが、それにしてもどうして我々を襲うのでしょう。異様な目つきをしていましたが、あんたたち知らないのか、あれが興風薬を使い続けた慣れの果てさ。え、なんだって、興風薬を使い続けたらああなっちまうってのか。でもリタルダントではたくさんの人が使っているわ。だから花風薬が売れないんだもの。そうか、そうだったのか。何かおかしいとは思ってたんだ。ずっと胸に仕えていた謎がやっと解けたぜ。え、何のこと。イート、よく考えてみろよ。どうして興風薬だけ税金がタダだと思う。そりゃあ簡単だよ、ワルツ伯爵の国民への慈悲でしょ。バーカ、レンズ越しに見てるから本当のことが見えないんだ。いいか、もう一度よく考えてみろよ。変だろ、税金がタダなのは興風薬だけなんだぞ。でもいいじゃん、興風薬が安ければそれで救われる人が大勢いるんだし。確かに病気は治るらしいよ。だけど副作用がすごくきついんだ。興風薬は確実に死に近づく薬なのさ。挙句の果てに狂っちまう。今あんたたちも見ただろ、
そんな。さあ、もう放牧の時間は終わりだ。よかったらあんたたち、うちに寄っていきなよ。あたしんちはここから近いんだ。